氷川きよし、雰囲気がらり金髪かけるカーキのパーカーラフなスタイルでサンフランシスコ満喫。歌手の氷川きよしシ、47さんが2024年10月3日と9日、自身のインスタグラムを更新。サンフランシスコを満喫している様子を紹介した。画像、金髪かけるパーカー姿で美しくてかっこいい氷川きよしさん。 サンフランシスコと同じくらい大宮が好き。氷川清キさんは9日の投稿でサンフランシスコと同じくらい大宮が好きと言い、サンフランシスコを訪れた時の写真を4枚投稿。この時はイラストがデザインされたカーキのパーカーを着用。雰囲気がらりと変わった金髪姿で笑顔を披露していた。また3日の投稿もサンフランシスコでの話題だった。 It's been ten years since my last visit to San Francisco. 最後にサンフランシスコを訪れて10年といい、サンフランシスコに来たら食べたいという寿司屋のことにも触れていた。やっぱり日本食って最高、などとコメントを添えていた。9月29日の投稿では、フロリダを訪れていることをインスタグラムで報告していた氷川さん。この時は、 It's Pretty Hot in Floorida.I found a nice shop in マイアミビーチ。フロリダはとても暑いです。マイアミビーチで素敵なお店を見つけました、とコメント。雰囲気ががらりと変わった金髪の髪を束ね、真っ白 T シャツとハーフパンツを身につけた姿を披露していた。